はい、こんにちは、116インズです。2020年も残り数日となり、アメリカもホリデーシーズンに突入してしまいましたので、 MLB のオフシーズンの目立った動きも来年に持ち越しかなと思っていましたが、今日ですね、日本ハムからポスティングで MLB 移籍を目指していた有原航平選手がテキサスレンジャーズと2年総額600万ドルから700万ドル規模の契約に合意したと報じられました。有原選手のポスティング期限は日本時間の12月27日の午前7時となっていましたので、まあ、今日合意したということはポスティング期限かなりギリギリで契約がまとまったということになるんですけれども、今年はコロナの影響で MLB のどの球団も経営面で深刻なダメージを負っているわけなんですが、こうして有原選手の契約がまとまったというのは本当に良かったなと思いますね。で、有原選手の獲得に関しては昨日の時点で今日契約したレンジャースの他にレッドソックスとそれからパドレスが最終候補として上がっているという話が出ていましたけれども、まあ、この中から有原選手は今回レンジャースを選んだということになりました。有原選手は日本ハムに入団した時から MLB 志向がかなり強い選手だったらしく、昨年の契約更改の場で球団に対してポスティングを直訴しまして、今年それが実現したという形になりました。そして今こうしてレンジャーズとの契約がまとまったわけですから、有原選手の長年の夢がついに現実のものとなりましたね。日本ハムという球団はこれまでも多くのメジャーリーガーを輩出していまして、皆さんご存知かと思いますけれども、ダルビッシュ有選手ですとか、あとはエンゼルスの大谷翔平選手などファイターズで活躍した後夢の舞台へとステップアップしていく選手、これまでもたくさんいましたが、この中に今回有原選手が加わったという形になりました。日本ハムのエース格として毎年のように規定投球回を達成するなどチームに多大な貢献をしてきた有原選手、 MLB での活躍に期待したいところですが、今回の動画ではレンジャーズというチームの現在の状況ですとか、またチームの思惑などを話していきたいなと思います。はい、では今回有原選手が加入するレンジャーズの先発ローテーションの状況から見ていきたいなと思います。レンジャーズは昨年22勝38敗で AL 西地区最下位に沈みまして、チームとしてはこれから再建を行っていく、そんなチームとなっています。ですので有原選手も先発ローテーションの中でチャンスというのは非常に多く与えられると予想されていまして、こちらの表に出ているのがレンジャーズの今年の先発陣となるんですが、エース格として活躍したランス・リンを除けば、正直なところあまり活躍した選手というのは残念ながらいないんですよね。2番手のカイル・ギブソン以降はかなり不安定なピッチングが続いていまして、来季の先発ローテーションの状況はかなり未知数な部分が多いんですが、ここから今年のオフ、これまでエース格として活躍してきたリンがホワイトソックスへとトレードされてしまって、いよいよ先発として計算できる選手がほとんどいないという状況になってしまいました。おそらく来シーズンのローテーションとしてはギブソン、それからジョーダン・ライルズ、またホワイトソックスから獲得したデイン・ダニグはローテーションほぼ当確だとは思うんですが、4番手以降は全く決まっていない状況ですので、ここに有原選手がうまくフィットすることができればいいんじゃないのかなと個人的に思っています。まずは MLB の環境に慣れたりですとか、あとは中4日の先発ローテーションに適応したりと、日本からアメリカに移ることで変わることがたくさんあると思いますし、その中で思うように結果が出ないということもきっとあると思うんですけれども、ただ今のレンジャースはそこまで勝ちにこだわっているわけではないですので、有原選手にめちゃくちゃプレッシャーがかかるということはおそらくなく、まずは MLB の環境に慣れるという点ではレンジャースというチームはなかなかいい選択なのかなと思います。続いてピッチャーにとってとても重要である本拠地について話していきたいなと思います。レンジャースの本拠地はグローブライフフィールドと呼ばれていまして、こちらの球場は今年開場したばかりのかなり新しい球場となっています。で、 ESPN のパークファクターも確認してみたんですが、得点のパークファクターが1ちょうどということで、得点の面においては投手打者どちらにも有利というわけではないような数値となっています。ホームランについては 0.85 ぐらいで、少しホームランが出にくいという結果にはなっているんですけれども、ただ今年オープンしたばかりの球場ですし、また今年は60試合しかレギュラーシーズンを行えませんでしたので、まだまだデータが少ないという部分は否めないのかなと思っています。なので本当の意味でこの本拠地が投手に有利なのか、はたまた打者に有利なのか分かってくるのは来シーズンからとなってくると思うんですけれども、ただ少ないサンプルサイズを見る限りめちゃくちゃどちらか一方が有利というわけではないですので、少なくとも現時点において有原選手にとって不利に運ぶようなことはないのかもしれません。本拠地よりも有原選手にとって問題となってきそうなのがレンジャースの内野陣の守備というところなんですね。有原選手はゴロを打たせるのが非常にうまいピッチャーという印象が個人的にありますが、そうなってくると活躍の鍵はやはり内野守備。ではレンジャースの現状の内野陣どうかと言いますと、
こちらに昨年のレンジャーズの内野陣の UZR アルティメットゾーンレーティングを掲載しましたが、まああまり良いとは言い難いような数字となっています。来年のレンジャーズはこれまで二遊間のレギュラーとして活躍してきたルーグネット・オドア、そしてエルビス・アンドラスが出場機会を減らす見込みとなっていまして、オドアはおそらくニック・ソラックのバックアップになるんじゃないかと言われていますし、またアンドラスについてはこれまでずっとショートでプレーしてきましたが、他の内野のポジション、まあ、おそらくサードで出る機会も非常に増えてくると思うんですけれども、まあ、そちらに移るということもあって、新しいポジションでどれぐらい守れるかがまだちょっとわからないような状況となっています。で、オドアとアンドラスからレギュラーを奪うことになるソラック、そしてカイナー・ファレファの両名については、ソラックはこちらの UZR からも分かる通り、今季60試合シーズンながら UZR-1.8 と平均を下回る結果となっていまして、これがフルシーズン162試合となればセカンドのマイナスは結構なものになってくるんじゃないのかなと個人的に予想しています。カイナー・ファレファについては今年サードでゴールドグラブ賞を受賞したんですが、今年もショートで121イニング出場して一応 UZR プラスとなっていますので、それなりにショートも守れるとは思うんですけれども、ただフルシーズンのショートの守備負担を担った上で同じような守備のレベルを維持できるかはまだちょっとわからないかなというところですかね。いずれにしてもレンジャーズの内野陣の守備は少なくとも良いとは言えないと思いますので、これがグラウンドボールピッチャーである有原選手と噛み合わない可能性があるんじゃないのかなとちょっとそこは危惧しているんですが、こちらどうなってくるでしょうかね。ただレンジャーズもおそらくそのことは分かっていて、それでも有原選手を獲得したのは何より金額が安いというところが大きいと思うんですよね。2年総額で600万ドルから700万ドル、日本ハムに対してのポスティングフィーも支払いますので、まあそれを含めたら800万ドル、900万ドルぐらいにはなると思うんですが、それでも有原選手に対して単年500万ドルもかからない、非常にチームにとっては安い契約となっています。単純に有原選手の年俸300万ドル、400万ドルぐらいになると思いますけれども、それぐらいの年俸の選手が期待していたほどの活躍ができなかったとしても、レンジャーズとしてはそこまでの痛手にはならないんですよね。むしろ有原選手は日本では規定投球回を毎年のように達成するタフさを持ち合わせていますので、イニングイーターとしての活躍も期待できますし、そういったイニングを食える先発を今 FA 市場で獲得しようとなれば、800万ドル、900万ドルは単年でかかってしまいますので、そう考えるとやはりこの有原選手の契約はレンジャーズにとってかなりのバーゲンだと思うんですね。で、これで有原選手が仮に MLB で2番手3番手クラスに成長すれば、レンジャーズとしては本当に儲け者だと思いますし、で、この2年契約の間にトレード市場で価値を持つぐらいの選手になれば、プロスペクトとの交換も期待できますので、この契約はレンジャーズにとってどう転んでもあまり損にはならない上に、むしろリターンの方が期待できるチームにとってはメリットの多い契約なのかなと思っています。どちらにしてもレンジャーズは来シーズンの先発ローテーションを決めなければいけませんから、こういう有原選手との契約のようにローリスクでハイリターンを期待できる契約を確保しておくことは再建中のチームにとってとても重要なことではないでしょうか。ということで、ここまで有原選手の契約に関連してレンジャーズについて様々話してきましたが、ぜひですね、有原選手にはレンジャーズの期待を超える活躍をぜひ見せてほしいですね。今回の動画はここまでとなりますが、今後も MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。